次いきますよ。ミヤキングさんです。ありがとうございます。あいおれさん下村さんパクさんこんにちは。いはい。ちょっとこれは僕たちも知らないやつがびっくりした。今また来んのお前ら何パターン持ってるんだ。最近変化球が多い。そうなんですよ。マジマジ。元々こんにちは。はいはい。そうやると下がっちゃう。はい。あいはい。ありがとうございます。昨今の世の中では独舌が売りの方が人気者になってる傾向があるようにも思います。その中でも。 やひときわ目を引くのは、うん、そうお姉ではないでしょうかえなのでコニーも毒舌なお姉ポジションを確立していくのはいかがでしょうなんか似合いそうだしエレンに「知らないわよだって私天才だもの勝手に考えなさい」なんて言ったりたまにはジャンあたりに「ちょっとあんたいい男じゃない」なんて言ったりして、えー、この歯にぬ着ききせぬ物言いでコニーの人気もきっとうなぎ登りですねああなるほどねうどうですかまあ,あの実際にバラエティとかではね たくさん今そういう方々がいらっしゃいますから出演されたりしてますけどもなるほど実際ねの本当ボキャブラリーというかユーモアに富んでる方がいらっしゃいますからただこのタイミングでやるとコニーに何があったんだってことになるよねまあでも目立つにはそのぐらいしない目立つにはそのたんそれぐらいやんないとダメですよパクさん私ねそれはねよくないよくないそれはねだってね

まあね、<っ>プライドがね、当然皆さんあるわけで。さあ、うん。コーニーは別に形だけそれをしたってね。なんだろう今、ちょっと待って。おお君さ、さっき、なんかなんとなくそれでもみたいなことそういう方はいらっしゃいますよっていうことですよ。ああ、なるほど、ね。ああの、泳いだめ。 んが言ったら全部そうなんだよ俺もなんとなく今コニーがめっちゃ責められてる気分になってるけど <laughs> コニー何もしてねえから <laughs> 送られてきただけだからねそうそうまだ乗ってないから俺もでもなんか俺が悪い気持ちになってるごめんなさいちょっとでもやってごらんよえ <laughs>、うん、私天才だから感じるとしか言えない <laughs> どうですかパクさん次いってはい もう次ないようです限界何回もないのね次はありますなかったんだね。もしそういうのやりたければ本当に気持ちを込めてね二十年ぐらいその道を歩んでからそうだよだからまあそれこそほんとにコニーこコニースしたは私間違いない」「歩んできてないですけどもう歩んできてない」「いいんだここで別に言わなくてもいい後で教えてじゃん」「リアルなやつだからダメじゃないですか」「最後になんかあまり目立ってないコニーへひ言パクさんから」 私ね、だからそんなに目立ってない目立ってないって言うんだったら、全部髪の毛抜いちゃえばいいじゃん。抜く抜くそう。輝きたいんでしょそう。あ、なるほど。ああ。だからあの、頭をツルツルにして、輝かせて、そう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 。ああ、なるほど。だからそのぐらい自分で努力してから言いなさいよ。そうだよ。 何、何しちゃってんだそうよ。す、みません。あんたね、人の手、本当に人の力借りてんじゃないよ。はい、そ,うそうそう。まず自分が一本ずつ一本ずつ努力して抜いてごらんはい。はい、そっから始めてごらんよそうやそうちょっとあの、数本抜いてから考えます。<laughs> 数本なんだ。<laughs> はい。以上、天才坊主コニーの、<laughs> コニーは半時がプレゼンスでした、ね。<laughs> <laughs>